はい、こんばんは、島津です。本日はね、13日の金曜日やっていくんですけど、やっとね、大型アップデートが来ました。いつだったかな、24日、ちょっと待ってね、25日の朝の5時ぐらいにかな、来ましたね。はい、やっとでね、ファイルサイズが 7.3GB でした。っていうことはね、もう大規模アップデートですよね。7ギガもね、アップデートするのは。はい。ということで、今日はね、チャレンジ、ほら、増えてるでしょ？これがシングルプレイモードですね。以前から言ってた。映画のストーリー仕立てに、カウンセラーたちを襲っていく、内容になっております。自分もね、ちょっとまだ触ってないからね、どういう風になるのかわかんないんだけど、じゃあやっていきましょう。あと、ちょっと見てわかるかね、ジェイソンの仮面とか、今、光沢具合とか、エンジンもアップデートされたんですよ。開発エンジンね。そのおかげで、だと思うんだけど、ちょっとね、ツヤとかね、そういった部分がきめ細かくなってるんですよ。グラフィックもね、上がってます。前に比べて。はい。じゃあ、次行こう。で、今回用意されてるのは、10個のシナリオですね。10本。で、まず、1から。これね、1をクリアしないとロックされてて、この先には進めないみたい。壊れたっていう、まず、ストーリーからですね。フックウィンドウ行かなくちゃ。なんだろ、これ。Ting will kill you。ちょうど修理したのに。まあ、これをね、こなしていけば、おそらく2番目がアンロックされるんじゃないかと思います。で、これなんだけど、事前情報でここの下にスカルマークがあるじゃないですか。これが評価のね、内容になってるみたいです。だからうまく、シングルプレイでミッションをこなしていけば、このスカルがね、光って評価が高くなるみたいですね。はい、それではやっていきたいと思います。字幕欲しいね。はい、こういう風に始まるみたいですね。お、最初から全部使える。細かい内容は書いてないんだよな。あ、ね、経過時間が表示されてるね。どういう風にキルしていけばいいんだろう。ちょっとまあ頑張っていく。あとね、ほら、見て。あ、武器チェンジしたんですよ。ほら。ファイアークスだから、革ジャンジェイソンが持ってる武器ですね、これ。でね、振りもね、ちょっとモーション変わってるでしょ。これね、そう。ちょっとね、モーション変わった理由が、たまにね、しゃがんでると攻撃が当たんない時があったっていうことがあったんですよ。まあ、覚えてるかどうかわかんないけど、皆さん。そう。で、しゃがんでる状態でも当たるようにね、低くね、武器を振るようにしたみたいです。これ何？あ、こっから覗くと。修理してるね。アダムが。レンチが欲しいみたいなこと言ってます。あ、なんだ。解除できんのか。ああ、やばい。普通にブランド歩いてんだけど。これ、いつ襲えばいいのかな？日本語版のが出たときは、ちょっと覗いておこうか。日本語版が出たときはね、ここもちゃんと日本語になっててほしいですね。どういうか、どっから押せばいいのかな。バレたらいけないんじゃない。まず、フッドウィンク、行かなくちゃ。ちょうど修理したのに。ちょうど修理したのには、おそらく、あれじゃない、車を壊すんじゃないですかね。まあまあ、とりあえずバレないように、こう、ゆっくりと。次は、ここでは何ができるのかな。あ、見るか。いい角度で、ね、アダムが見れてますね。これを繰り返していけばいいのかな。覗き込み。これでどんどん、そのミッションかな。
達成されていくんですかね。10ポイントって出てるもんね。いやー、まさかこんなね機会が来るとは。じゃあとりあえずバレないようにストークかな。ここストーク使った方がいいかな。多分バレないよね。どこでキルすればいいのかな。あ、治った、治りました。でこれで壊しに行くんじゃね。あ、やべ、ミスった、ミスった。行かないで、行かないで、行かないで。あー、待って待って、あ、失敗したなこれ。ミッション失敗。あー、ノーサバイブ。あ、転倒しなかったね。ごめんごめんごめん、あの普通にミスったシフト。もう一回やればかって言ってね、マムが。ちなみになんですけど、あのアップデ後バグあります。一部の人はね、まあね、喜ぶんじゃないですかね。バグありました。全部取っ払ってもらえればよかったんだけど、まあさすがに無理だよね、こんだけ大規模アップデートしてるから、ちょっと納期とかの問題もあったんでしょうね、きっと。で、あおー、ちょっと待ってね、ちょっとさっきのシチュエーションでもう一回襲ってみるから。いや、先にブランドを襲ってもいいかな。ブランドを襲ってみようか。しょんべんしてる場合じゃねえぞ。おしっこしてましたね。あ、待って、で今さ、ブランドンのさ背後に立った時 A マークが出ましたね。だからアクションがあったんだ、特定の。なるほど、だこのシングルプレイ固有のアクションがあるみたいですね。ということで、まあまあまあ、これは標準キルということで、ちゃんとストーリー仕立てにかっこよく見したいですね。お待ちくださいね。車出るかな。あ、でもブランドンが持ってたよな鍵。じゃあちょっと遅いに行ってみようか。おーい、島村だよ。島村だぜ。なんか見せるかな、アクション。あ、あ、いけるいけるいける。ノー、逃げてます、逃げてます。あ、フレアが持ってる。フレアが持ってる。あ、あれだったね。しかも、ボンネットでもなんかアクションできたね。待てって、ほら。ほら、見て。あ、ちなみにね、グラブモーション変わったんですよ。ほら。こういう風に、なんか、本当に、あ、これでもうダメなんだ。人逃げられるんや。はい、もう一回ちょっとチャレンジします。あの次はしっかりとね、あのアクション決めたいと思うんで、申し訳ない、もう初見だからさ、もうどうしていいかわかんないですよ。で次はね、あのおしっこしてるブランドをね、ちょっとかっこよくキルしてみましょうか。これ多分1回じゃ全部のこのミッション果たせない気がする。うん、 2回か3回やんないと全部クリアはできなさそうですね。オッケー、見てるぜ俺は。さあ、じゃあおしっこ、さっき勢いめっちゃ勢いよく出てたよね。これもあれかな、あのエンジンのおかげですかね。ほらちょろちょろって、ほらほらほら、ビチャビチャいってる、ビチャビチャ、見て見て見て、黄色いぜ。ビタミン取りすぎだぞブランドン、ブランドン、ブランドン、お前ビタミン取りすぎだぞそれ。おわ、お、日に、あ、ここあれだ、トレーラーで流れたやつじゃん。はい、まず行かなくちゃ。じゃあ一つ達成ですね。あー、ブランド、あのほら、あのおしっこってさ、あのビタミン取りすぎると黄色くなるじゃないですか。ビタミン剤とか、あのね、サプリメント飲んだときそうなりやすいんだけど、まさにね、取りすぎだろうって言わんばかり出てましたね、黄色いおしっこが。いやー、あれはあれは過剰摂取ですよ、ビタミンの。次はじゃあ、あのボンネット、うん、そうだね、あの前を修理してる時に襲いに行こう。いや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 、ブランドンよ、さあ取りすぎだぜ。
ビタミンって実は1日で吸収できる量っていうのが大体決まってて、それ以外大概に放出されるんですよ。だから黄色くなるんですね、ビタミンの取りすぎの時は。もういいよって、1日分のビタミン取ったからもう残りいらないから外に出しちゃうよっていうので黄色くなります。はい、豆知識1個。じゃあ次アダムをボンネットへやろうか。どう？あ、いた。よし。じゃあストークで近寄って。いけるかな？間に合うかな？オッケー。締めましたね。報酬料。ノーサバイブ、サクセス。アンダーズとサクセス。お、3つつきましたね。評価が良かったみたいです。They weren't paying any attention to you, Jason. Make them remember. なるほど。あ、そうだそうだそうだ。あ、そういうことか。そうなんですよ。そうだった。言い忘れてた。俺も忘れてた。言うのも忘れてたし。新パークがあるみたいなんですよ。これかな？新パーク。いくつか新パークがね、追加されますってなんか言ってたんですよ、アナウンス。で、これは、あ、妹だ、ごめん。妹でした、勘違い。あれ？パークも追加されるって聞いたんだけどな。妹です、今のは。申し訳ない、申し訳ない。3つの妹が追加されましたね。あ、もういろいろ。で、妹は追加、妹だよな、さっきのは。あ、だ、妹だ、ごめん。オッケー。あ、これ多分あれだね。鍵とか持ってないよっていうアピールするときに使うんじゃないですか。どうしようか。他のもなんかやりたいよね。ヘルプヒールマジック、ゲットオールスリースカルアスパート5ジェイソン。パート5ジェイソンでやれって書いてあるね。あと、グラブ&キル、クリーズオンアスモークブレイク。よくわかんないな。キルムーブで、特定のキルムーブでやるってことですかね。まあちょっとね、この続きは次回やろうかなと思います。まあ、とりあえず触りでね、シングルプレイやった、動画になりました。はい、ご視聴ありがとうございます。ちょっと初見だったからね、若干テンポの悪いところとかがね、あったんですけど、すみません、それに関しては。はい、それではね、本日はこれにて失礼させていただきます。島津がね、シングルプレイについてお伝えしました。またよかったらね、この続きを見てやってください。ではでは。